ただいまのおすすめはネギ塩レモン牛丼ナモミオリ550円です。いや、ヘルプにくるみぜ間違えてるよ。あの、質問なんですけど。はい。ここってアップルストアですよね。さようでございます。なんでスキヤの人がヘルプに来てるんですか。新型 iPhone の発売日で人手が足りないということで。いや、それ誰から連絡来たんですか。詳しくはお答えしかねるのですが、上司の方からとだけ。いや、それスキヤの上司ですよね。いえ、スキヤの上司は日本人なので。え、それ何、どういうこと。お客様はおそらくご存じないかと思われるのですが、はい、名前はティムというものでして。え、ティムから直々に。あ、お客様、ティムをご存知で。いやいや、それはアップルファンならみんな知ってますよ。あ、それなら話は早いです。え、常時表示ディスプレイ搭載 iPhone14 Pro 512GB モデルディープパープルはいかがでしょうか。いや、ずっと最初からそのこと言ってたんですけどね。お待たせしてしまい大変申し訳ございません。こちら常時表示ディスプレイの iPhone14 Pro 512GB モデルディープパープル。ちょっと待ってください。はい、それ何ですか。はい、こちら常時表示ディスプレイ搭載の。違う、それ、はい、誰ですか。あ、こちらジョージでございますが。ジョージ、アップルファンなら皆さんご存知のティム・ジョージでございますが。いや、ティム・ジョージって誰。え、 お客様が先ほどご存知と。いや、それはティム・クックね。いや、誰なんですかそいつ。あんた、やっぱおかしいよ。それではお客様、ジョージ表示ディスプレイ搭載 iPhone14 Pro 512GB モデルディープパープルでよろしいでしょうか。それ写真消せば普通に使えるってことでいいですか。ジョージ表示ロック解除をご希望ですね。え、なんですかそれ。別途手数料 39,800円いただいておりますので、合計で 234,600円となります。高いんで、もう買いません。お客様、はい、本日限定でティム・ジョージのサイン付き生写真もご都合でいらっしゃいます。いらせん。失礼します。残り2枚となっておりますが。あ、もういいです。ありがとうございました。失礼します。ありがとうございました。またのお越しをお待ちしております。瀬戸康史の動画。どうもこんにちは、瀬戸康史でございます。先日投稿した iPhone14 Pro のレビュー動画、ご覧いただけましたでしょうか。今回の動画はその動画に対する補足として1点だけ説明させていただきたいと思います。それはですね、 iPhone14、14 Pro、両方のシリーズに新たに追加されたインカメラ、フロントカメラね、前面カメラについたオートフォーカスについてです。これがですね、昨日ですね、私夜中に、しましまうまうまバーっていうアイスがめちゃめちゃうまかったんで、その速報として動画をね、この iPhone14 Pro のインカメラで適当に撮って、あの iMovie で編集して出したのね。で、そしたらその動画のコメント欄に、AF が結構効いてますねと。 AF ってオートフォーカスね。オートフォーカスが効いてますねってコメントが来て、ああ、確かにこれオートフォーカスついたんだったと思って、改めて今日オートフォーカスちょっと試してみたんですよ。そしたら結構いいじゃんって思うところがあったので、そのことについてお話したいと思います。それでは行きましょう。ドン。はい、今これはですね、 iPhone14 Pro がこっちかな。ちょっと待って、もうこれ見た目でわかんない。はい、こっちが iPhone14 Pro で、こっちが iPhone13 Pro です。インカメラのレンズをめちゃめちゃくっつけて、ほぼ同じ画角になるようにしています。はい、それでは行きますよ。例えばここにチョコビがあります。皆さんご存知チョコビ。チョコビのお菓子を紹介したいと思った時に、このね、後ろの成分表示ちょっと見せたいなと思って、皆さんに見せてみます。いきます。はい。まだ寄れますよ。これこっちのカメラで見るとよくわかると思うんだけど、すっごい寄れんの。まあ、すっごいっていうほどじゃないけど、このでも成分表示の大きさがこんなに大きく映ってるので、だいたいわかるでしょ？結構寄れるんだよ。この13 Pro の方は今ボケてますよね。これなんでボケてるかっていうと、今までの iPhone っていうのは、インカメラはオートフォーカスが乗ってなかったってことなのね。オートフォーカスっていうのは、このカメラなんかもオートフォーカスバリバリついてるけれども、顔が手前に来れば顔をピント合わせるし、俺が後ろに行けば青でしょ？この顔を勝手に認識して、ここにちゃんとピント合わせてくれる機能、これがオートフォーカスですね。じゃあこれがオートフォーカスじゃなくなったらどうなるかっていうと、はい、今オートフォーカス切りました。はい。フォーカスが、フォーカスの位置がもう動かないから。今フォーカスの位置ここなんだけど、こっから動かないから、後ろに行けばボケるし、前に行ってもボケちゃいます。はい。これが、
フォーカスが固定されている状態です。なんとですね、改めて言われてみればすごい話なんだけど、今までの iPhone って、フォーカス固定なのよ。だからほら、前によればこうなんかボケるし、これ実は後ろに行ってもこれピントが合ってないって言うのに。じゃあピントどの辺に合ってんのかっていうと、こうやってさ、だいたいみんなインカメラで、こうやってまあこれが iPhone だとすると、だいたいこうやってるじゃん。だからこのだいたい手の長さでこう撮った時に、合うようにだいたいこれくらいの距離になってると思うのね。それわかんないんだけど、これでチョコビで見るとわかると思う。今こうやって近づけると、これ13プロね、ぼやけてますよね。ぼやけてる、ぼやけてる、ぼやけてる、ぼやけてる。あ、合ってきた、合ってきた、だんだんできた。あ、待って、この辺くらい？ほら。この辺でだいたいなんか合ってるように見えるじゃん。こんなもんかな？うん。この辺に顔を置いとけば、だいたいなんか合ってるように見えるっていう。でもね、これぐらいの距離だったらいいけど、こうやって近づけたりとか、あと iPhone を置いて自分がめちゃめちゃ遠くに行っちゃったりすると、おかしなことになってくるというか、ピントがだんだん外れていくっていうことになるわけですね。離れていました。これでどうでしょうか？私の顔。あとは T シャツのロゴ見てもわかりやすいかもしれません。ピント、どっちが合ってるように見えますか？おそらく iPhone は僕の顔を認識して、この辺にピントを合わせてくると思います。なので、iPhone 14 Pro の場合はこの辺にピント合ってるんじゃないかしら。この遠くに行く場合。あとは、めちゃくちゃ、こういう風に接写した場合ね。はい。こういった場合にオートフォーカス搭載非搭載の差が出てくるというわけでございます。瀬戸康史の動画。はい。こんな感じで2台同時に持ちながらお散歩動画も撮ってきましたのでご覧ください。どうぞ。はい。左が iPhone 13 Pro、右が iPhone 14 Pro でございます。2つとも、ね、ブラケットに載せてるので、揺れはほぼ同じような感じと見てください。どうでしょう？違い分かりますか？はい、近づくと、ね、左の13 Pro は、ピント固定なんでぼやけますね。はい、このシーンどうでしょうか？右の方がなんかいい気がしませんか？左の方はちょっとざらついてるっていうかね、もやっとしてる感じしましたよね。そしてこれが同じ大きさにしたやつ、どう？左はピント固定だよ。むしろだから13 Pro の方がよくやってるよなっていうね。ピント固定でこんなになんつうのピント合ってる感を出してる今までの iPhone のインカメラの凄さね。うん、自撮りぐらいの距離だったらマジでオートフォーカスついてようがついてなかろうがよくわからんっていう結果になってしまうんですよね。僕ね、自撮り大好きなんですよ。もう YouTube やってるぐらいなんで自分撮るのが本当に大好きなんですけど、この iPhone のインカメラっていうのはどうも好きになれなかったんですよね。やっぱガジェット系やってるとカメラのスペックなんかに目を奪われてしまうんですけれども、明らかに背面カメラの方がいいんですよ。まあそりゃそうだよね。もうこんな力の入れようが違うじゃない。背面はこんなにいいカメラついてるのに、インカメラはちっちゃいの1個しかついてないわけ。それがなんか不満で、せっかくすっごいいいカメラがこの背面についてるのに、なんでこのショボカメラで自分撮らなきゃいけないんだって、ずっと思ってて、最近はちょっとなんかこう、あんまり気にしなくなっちゃってたんだよね。どうせ汚ねえからっていうことで。でも今回、改めてこれ見てみると、なんか、いいでしょ？カメラの性能としては正直、ちょっと良くなったぐらいだと思うんだけど、そのオートフォーカスでピントがバチッと合うことによって、そこだけ解像度がなんか高くなったような感じがするんだよね。ピントが合ってるから。いくらすっごい性能のいいカメラでも、ぼやかしちゃったら、ピンボケしちゃったらやっぱぼやってなっちゃうじゃん。性能がどんだけ良くてもね。だから、ピントパチッと合うようになったっていうのは、すごい進化だと思います。はい。今回改めて補足ということで言わせていただきました。まあでもそのためにこの14 Pro を買うかっていうと、まあそれもまあ結構ニッチな機能ではあるから、難しいところであるんだけど、なんだろう、どうしてもこう自撮りでね、他の人とちょっとでも差をつけたいって人はいいと思う。写真にも効きますし、あと TikTok、動画で TikTok、これインカメラで撮るときも今確認してみたらできました。ピントがちゃんとオートフォーカス効いてる。ただ TikTok の場合は、やっぱ顔がつるんとこう、なんかかっこいい感じになっちゃったりとか、動画アップするときに圧縮されたりとかもあるだろうから、まあそれで画質がめっちゃ上がるかっていうとそんなことはないと思うし、その判断は難しいんだけど、まあ、難しいよね。今までの iPhone カメラもほんとよくできてんのよ。これぐらいの範囲で、ちゃんとこう、
ピントが合ってるように見えるように作られてるわけ。だから今までみんな別にインカメラ使っててさ、なんかピント全然合わねえなみたいななかったでしょ。あんまり気づかなかったでしょ。だからそれぐらいまあよくできてるのよ。うん。僕は、オートフォーカスがついたから、例えばサブチャンネルの動画とか、あとはメインチャンネルの動画にちょっと差し挟む、ちょっとした素材とか、外散歩行った時に、あ、外散歩行った時に自撮りする確率は上がるかも。今までだったらインカメラだからちょっと汚いからもうやめとこうってなってたんだけど、うん、これだったらちゃんとピント合うしみたいな、ちょっと回そうかな、インカメラで回そうかなっていうシーンは増えると思います、うん、外行った時にね、はい、ということで、外でよくお散歩動画撮る人とか、自撮りする人なんかはグーな機能かもしれません、iPhone 14 Pro のインカメラにオートフォーカスがついたという動画でした。それではまたお会いしましょう。じゃあ。